ど、うん、まあ今日はね、今の時代、時代の話もあれなんですけど、やっぱり昔、このね、これ聞いてる人はね、昔を知りたい。昔を知りたい。昔の話は大事。これいつ始まるかなと思ってたんだけどさ、うん、話が乗っちゃったからさ、うん、大学1年の時に、いやそうな、大学1年の時にだから帰ると、俺たちにもう本当に生半可なことじゃダメだよっていうのを教えてくれた人なんですよ。それは見てたから、懐かしい、口じゃないから。まあ昔はね、しごきなんていうのは当たり前、まあ、それ殴られてありがとうございましたっつって、正座1時間2時間させられて、うん、ああいいぞっつったら張って部屋まで帰って、俺の1、2年生集合で俺の前でいつもうなりながら正座してたよ。これぐらいの部屋でね、これぐらいの部屋でさ、みんな1、2年生集合で、で俺ら後ろで2年生がまた田渕さん俺の前に正座してさ、もう10分もしたら痛いてさ、自然弱いんだもん、弱いのでいてさ、まぶらせ流してね、痛いて俺はそれ居心地だから、そういうところはね、いや知らん顔して本当は痛いんだけど知らん顔して、で時々俺つついたの、痛いかな、痛らないで殴られたから殴られたな、で足持ってきて殴られたりね、でこの間にバットはめられたことあるね。あるよ、名前言えないけど大きいから言ってねあの人はね、俺バット挟んでね、もうね、もう満員なんだよこの部屋のさ、そう、満員満員だよ、そこでね、座っててね、横のやつがね、殴られるんだよ、バチバチって、こっち来るやん、その時は痛いね、そうそう、すいませんから、痛いね、動かしたら痛いね、痛くも痒くもないんだよ、ビンタなんか全然平でしたよ、ビンタ食らったってなんてことない、このバットをこの間に挟まる間だから、えぐれるよ、えぐれるね、これ結局ね、いろんな伝説があるけど、俺は田渕さんが腰とか壊したでしょ、あれ、正座のせいだね、風呂場でもやられたんだよ、風呂場でもやった、で、アニジクソのあるやつが水流すんだよね、風呂で、そう、ね、覚えてる、名前は言わないけど、言わないけど、いるんだよ、ね、いじめられた先輩、絶対覚えてるな、それ覚えてるすよ、潰れた感じをしてる、あ、ダメ、それ、死んだけど、ね、俺もここまで出たけど、俺風呂、水風呂も入れたことあるんですよ、あら、風呂入ってる、まあ、だから俺たちね、背が高いやつはね、上目線だからね、やられるの多いんだよ。でも田渕さんあんまりやられてないんだよ、やっぱりあるから大物だからさ、やられたんだよ、高校時代な、それ、これでね、うん、便所のそばでね、みんなね、スパイク見張るんだよ、うん、そうそしてね、大塚さん、うん、鶴岡さん、悪口ばっかり言ってる、そうそう、みんなでそしたらさ、トイレしてて、まるきくんそら地獄や、お前、今日お前、何してない、俺の悪口言ったら言ってません、バシャーン、いや、俺もね、何度かあるんですよ、松永監督の悪口、ボロクソに言ったら後ろに立ってたりとかね、だから、なるべく悪口は陰では言わないようにしたんですよ、その頃から。陰では言わない、陰で言わない、陰で言うことは本人の前でも言うっていうのは主義になっちゃったから、だから比較的どこでも言えるんですよ。だけどね、うん、M はね、入ってきた時に俺ね、一番入り口の部屋だったんですよ。で、トイレ、矢野がトイレ行って、お前トイレな、横だったんだよな、そしたら足が出てるのびっくりでさ、遠くから足が出てるんで、入んねえから。だって、6畳下の間ぐらいの4人いるんだから、ローランスの4年生がいて、3年がいて、2年がいて、1年が真ん中だから、これちょうどここにドアがあるんですよね。そうだから、ここ出ちゃおう、足が。あれはびっくりしたよ、俺。だけどお前、掃除したことしただろ、1年で。いや、まさかなわけ、ね、そう、あのトイレやったか、やったっすよ、トイレ拭き掃除したか、したっすよ、風呂炊きしたか、やったっすよ、隣の塀破って、お前もやったの、やった、あれで結局あれ問題になったじゃないですか。いや、俺もやったけど、やばいと思って、ね、みんなたまに休みの時、自宅帰るやろ、とバッグ持ってくんだよ、薪を入れる燃えにくいから、他の木じゃ、あの頃よ、タウスさんだけクラウンかなんかの赤い あれで来、ね、てたでしょ、あの時無免許、無免許でしょ、さっき言ってんだよ、俺が言おうと思ってさ言われると思ってさっき、あの頃はね、みんな無免許だった、ほんでこれはあかんって言って日吉の自動車学校行ったじゃないですか、そうそう、一緒に行った、一緒にいた、免許取りに、俺一回怒ったんだよでしょうね、鉛筆でやったんで、ちょっと赤ったんで
そら合格やって俺らあの全部丸だったのね、あの試験官が全部丸にしてくれた、うん、ほんで実地だけね、うん、やっぱやらないなんかな、よくボールとかで持ってったよ、頼みますみんな、うん、日吉自動車学校にさ、ああ懐かしい、法政のなんか仲のいいあの大好きな人がいてね、そうそうそう、法政の野球部ってみんな丸なんだよ、バッカが受けてないっちゅうんですよ、バッカが、だから試験になったら落ちるに決まってるんですよ、わけわかんないんだけどそういうことだよ、ね、だからまあそんな時代があってね、まあ法政の合宿所はやっぱりみんな、いやあの思い出だけはみんな歴史があるな、え、もう昼間でも電気つけてたもんな、あ真っ暗で薄暗くてね、ほんで床がね半分落ちてるんですよ、だから掃除するときにもうそこへみんな入れちゃうの、お前俺と一緒のことしてるな、みんなもうゴミがあったらそこですよ、大体みんなそれそれでその前4年間やってもダルスさんは1年から4年までもう大活躍で、もう日本の六大学の学生野球のもう頂点を行ってたわけよ、それで、いつこれで前にもやったけど高田さんとかね、うん、大下さんとか出てくるわけよ、そしたらトートの、うん、あの連中と六大学のスタープレーヤーが優勝したりとかなんかしたら いっぱい飲み屋が新宿にあったでしょ、熊の子よ、熊の子、うん、懐かしい、熊の子をみんな知ってる、知らない、あの覚えてる人いるんだけど、あそこでみんな五越同州で行った、いや俺だからなんでか俺みたいに出てないのもね、うん、あれでもタフさん連れてくれたと思う、多分そうだよな、うん、あの何十人集まってた、そうそう、ところがね優勝した選手はね胴上げしてくれた、当時はそこね懐かしい、ゴールデン街のね入り口のところにね、あの有名なね、まあ、で学生野球しか見ないっていう、そう一家がいて一人ね こんな方がいてね、タフさんっていうのあの辺だって、俺のケチ触りやがってさ、うん、いやそれはまああのお構いにモテるタイプだね、お構いにで、いやだからあの頃そのもう一つ言うと歴史的に言うと、あの法政サンバガラスというふうに田淵、山本浩二、富田っていう、うん、この3人の法政サンバガラスができたけど、うん、これもよく言うんですけどね、その今言うように 1,2 年生の苦労してるのは田淵さんしかないんです、あ合宿入ってた、彼らは3年から入った、そうだからあの床掃除、便所掃除は彼らやってないです、うん、そこがちょっとね正座もしてないし、フライがちょっと違うと、ほんで話飛ぶけど、その後あの、なんかあのオリンピックに出るときにほら、うん、星野監督にわあ、ね、田淵ヘッドコーチに、あの中国でね北京の大会の時に、あの時に総工会やった、法政の時に法政が野球部が俺出てみんな、いや一緒にいたんですよ、俺出た、いたいた、あそうだ、いやあの松永さんだ、ほんで俺になんか誰かお前喋るから司会せえとか言って俺があの司会しながらその前に一言喋れって言うから、俺はあのちょっと不満があると、うん、そうそう、なんで田淵光一監督でピッチングコーチ山本あの星野千一で、まあ、あのヘッドコーチ山本コーチ、これなら納得するんだけどって言ったらみんな拍手したんだね、わかる、だからプライがあるじゃないですか、俺たちのあの頃全く、それでいや結構気使ってさ、星野さんに気使って、でもね全然ねえやね、それはね皆さんね OB の人、法政は言うよ、うん、何が明治だと、うん、そう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 なんです、ところがねでもな人生はな器っていうのがあるんだよ分かるか、器自分と言ったらお皿じゃねえぞお前、いや器じゃなくて格好ですよ、いやいや格好だけどね、俺はね星野とね付き合って何十年経つけどね、うん、あれは本当の監督だよ、指導者だよ、うん、いやまあそれはねある面それはあるけど、うん、感情的にですよ、俺たちはね、それ田淵光一という人は、やっぱ俺らの大スターのシンボルだから、まあ、ありがとう、俺がなんでね星野善一の下へ行くのと、まあ、あれ上下じゃないんだけど、うん、分かる、ね、イメージがそれはみんなね、そう思ったということを、あそれ分かってるわけですよ、それ言うならね、うん、阪神で俺コーチになったでしょ、うん、だから大阪のファンが、なんで田淵さん、あんたが監督でやるのと、それ一緒なんだよ、一緒なんだ、阪神の時言われたじゃない、だけど、その獲物の熱いその気持ちはね、うん、俺嬉しいわ、いやだって歴史が違うもん、阪神の場合とはな阪神は上面だから、そこは